さてお次はどこを攻略すべきなのかと言いますと、2つあるんですよね。上か下か南か北かであるんですが、さてどうしましょうかね。これ上の方は山越え谷越えしなければならなさそうというか、もう遠いですから見た感じ。やっぱ下行きましょうかね。下の罰印のところ行ってみましょう。よいしょ。というわけでだいぶ奥の方までやってきたんですが、こっちから降りれますね。でこっちを右に、あーにゃ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 、タコちゃん、タコちゃん危ない。ハートも減りますからね、やっぱり半分ずつ。よいしょ。盾が欲しいですね。かかりこ村でそろそろ盾をゲットしたいところなんですが、やっぱこっちですかね。こっち側から回っていきましょう。洞窟とかも気になりますが、あ、え、これ無限の砂時計でも出てきたな、これ。ルーピーで釣るやつですよ。ルーピーが落ちてるなと思ったら、ルーピーからブーって出てきて、僕たちを吸い込み上げるみたいな感じ。怖い怖い。回ってこれるか？カニちゃん！ここ洞窟があるんですよね。洞窟入ってみましょうか。燃えてる。いけそうにない。燃える燃える燃える。やっぱり燃えた。ダメでした。一度ここら辺まで戻ってきました。ここの洞窟もあったので、まあ入ってみましょうか。あー、これは松明ですね。久しぶりに使います。松明をセット。カンテラでした。非常にカンテラでした。さてと、何があるか。松明で灯す。あ、宝箱出てきた。それだけですか？あ、わ、蛇が落ちてきた。よいしょ。ヘビはスルッと倒しておきまして、5ルピーゲット。さあ、宝箱の中身とは、50ルピー！思わずほっぺが緩んじゃう。はらまー。盾を構える。盾を構える。うわぁ、嬉しい。うわ、嬉しい。盾があるだけで安心感が違う。あ、看板がある。入るな、変な生き物がいる。壁を壊そう。なんてことは考えてはいけない。どういうこと？ん？あらららら、らまさに流れ星のように。あ、緑見っけ。どういうこと？アイリンさん。私アイリン、未来の天才魔法使いよ。今はただの魔法少女だけど、占いで私にとんでもない災いが起きるって出たの。未来を変えたくば緑を大切にってさ。だから手頃な緑を探してたんだけど、うん、あんたでいいや。私あんたに親切にしてあげることにしたわ。じゃあはい、これ。トゥルトゥトゥーン、ベルをもらった。鳴らせばいつでもアイリンに会える。あ、羨ましい。風緑見たことあるでしょ。ベルを鳴らしたらあんたを風緑のところまで連れてってあげるわよ。本当はこんな面倒なことごめんなんだけど、占いの館の占いってよく当たるのよね。だからあんたも私の未来のために協力よろしくね。いけない、もう行かなきゃ。おばあちゃんのお使いの途中なの。じゃあこれからよろしくね。あ、そうそう、私のおばあちゃんは薬を作る名人なの。東の神殿の裏っ側にお店があるんだけど、近くに来た時は立ち寄ってみてよ。薬はいざって時に役立つからね。ふふ、私って親切ね。パイでも届けるんでしょうか。というわけでアイリンさんをこのベルを鳴らせばすぐこの左下ですね、マップの左下、ちょっと見づらいかもしれませんが、この左下にベルマークができました。このベルを鳴らせば先ほどのアイリンさんにいつでも会えるということ。やっふー。ん、というわけで東の神殿の裏側にやってくることができました。なんだろうね、魔法おばばの薬屋。怪しい。入ってみよう。うわっ、わわわわわ、おばばに何か用かねえ。こんにちは。買いたい、売りたい、なんでもない。ちょっと買ってみようか。ここにあるのはおばば特製の魔法の薬。しかし最近は薬の材料が手に入らなくてね。赤い薬以外は材料を持ってきてもらわないと作れないんじゃ。材料が知りたいなら買いたい薬の前で A を押すんだね。いい、いい、いい。ちょっと待って、赤い薬だったら買えるらしいね。これだろう。赤い薬はいつでも作ってやれるよ。50ルピーもらうけどね。高い！いやー、ちょっと50ルピーやめておきましょうか。200ルピーでこれ、切りもいいですしね。ちょっとやめておきましょう。ここがとりあえず、薬屋のおばばさんちということらしいですね。で、これ、風緑がありますから。ブブビッ！新しい風緑を地図に記録しました。セーブしますか？はい。セーブしておきましょう。ビビ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 。さてと、お、え？え、何これ、え、怪獣、半魚人、橋がなくなっちゃってるゾラ。あ、ゾーラ族の。さっきここを通っていたお兄さんはひょいとジャンプしていたゾラ。
ほら、そんなことできないぞら。泳げばゾーラ、泳げばゾーラの里に行けるかもしれないぞら。え、おめえ金槌ぞら？オラと一緒ぞら。おめえもオラもゾーラの里に行けないぞらね。どうするのそれ。そのここなんかキョンとジャンプできるらしいけど、ゾーラの里。あ、こっちがゾーラの里なのね。え、いけないこれ。どうしよう。あ、どうしよう。あ、いる。ちょっとね、出来心でこのグラサンをかけてしまったんですが、ちょっと話しかけてみましょう。ヒントお化けが静かに佇んでいる。ゲームコインを1枚お供えしますか？一度使ったゲームコインは返ってきません。ちょっとヒントをもらいましょう。ちょっとヒントをもらいましょう。ちょっとでいい。お供えする。むむ。壁画になって壁に入れば向こう側に渡ることができる。あ、なるほど。あ、なるほどね。そういうこと？わかった。なるほど、わかった。気持ちいい。こうすることですね。なるほど。あ、これでこっちがいけるじゃん。すげえ特技持ってるぞら。そうなんですよ、ほんと。この特技を持ってた。忘れてた、ほんと。あ、早い。早い、この人、ほんと。よいしょ。さあ、カラスが危ねえぞ。さあ、ハートもゲットだ。さあ、こっち側やってきましたが。さあ、どうなることやら。大きな岩がありますね、ほんと。ここ、下にも降りれます。ぴょんぴょんぴょん、ぴょん。ビャビャビャン。この下には何もなさそう。あのビリビリちゃんはもう倒すのがしんどいのでやめておきましょう。よいしょよいしょよいしょ。にゃにゃ。この先ゾーラの里。あ、ゾーラの里ですって。行ってみましょう。ぬぬぬぬぬ。しゅ、ああ痛い。ヤブカラスティック。よいしょ。うん、ハートが減りますね、ほんと。さあ、このカニちゃんも壁に倒す。あ、魔物の肝を手に入れました。おっ、わわ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 、痛えな。どこに目つけてんだって。村をうろうろしてたやつじゃねえか、怪しげな男。どけよ。女王様だ、誰か助けてくれぞら。また事件の匂いが。ちょっと待って、これ入れるの。あ、入れた。ぬぬぬぬぬ、大変だぞら。女王様が、どうしたのどうしたのどうしたの、もうどうしたのこれ、もう大変だぞら。女王様の美の秘密、すべすべ石が盗まれたぞら。すべすべ石を泉に入れてないと何が起こるか。女王様、あらららららら、早速おかしくなってるぞら。もう見るからにわかります。巨大化したぞら。このままじゃ泉から出られないぞら。え、これどうすんのこれ。あんたたち見てないで。スベスベ石は珍しい石だぞら。売ればかなりの値がつくぞら。何それ、もう椿さん。椿の匂いでイチコロよ。こんなことなら先に、いかん、いかんことを考えてしまったぞら。女王様にちょっと話をかけてみよう。抜けない。女王様が泉にはまってしまったぞら。いやいや、そんなこと言ってる場合じゃなくてだな。うん、スベスベ石を取り戻してきてほしいぞら。スベスベ石は金色に輝く、金色ですが、金色に輝くとっても美しい石だぞら。取り戻してくれたら女王様からご褒美がもらえるぞら。きっととってもいい、すごいご褒美ぞら。もう行くしかない。というわけで、女王様のスベスベ石を取り戻すことになってしまったのですが、あの男の人が一番怪しいですね。もう、というか、あの人しか犯人がいない。というわけで、あの人を追っかけてみましょう。どこに行ってるかわかりませんが、まあ、ここら辺、ハイラルをさまってれば、まあ、どっかで会うでしょう。よし、頑張ろう。なんやかんや、さまよっては見たんですが、かかりこ村、どうだろうね、かかりこ村、あるんだろうか、てか、いるんだろうか。ん？よ、お客さん。いいものが入ったんだ、ちょっと見ていってよ。すべすべな触り心地が癖になってやめられない世にも珍しい石だよ。使い方はお客さん次第。さあ、寄ってらっしゃい。え？ちょっとこれどういうこと？え？どうだ、綺麗な石だろ？すべすべ石。これ女王様のっぽい！女王様のっぽい！え？触ると気持ちのいいすべすべした石。ポッケの中でずっと触っていて。その上すべすべだぜ。今日限りの200ルピーだ。高いよ。買う気がねえんなら触るんじゃねえよ。あ、怖い。わ
かりました、ちょっと待って、253ルピーあるから、200-253ルピー、いやーもう買うしかないのか、これこれください、トゥルトゥトゥーン、買っちゃったよ俺。あ、ちょっと待って、怪しげな男、ちょっとこのスベスベの人じゃんこれ、お前見覚えがあるぞ、ゾーラの洞窟でぶつかってきたやつ、バレてるバレてるバレてる、早い早い早い、ちょっと待って待って待って、あの人のせいで俺200ルピーも出して買わなきゃいけなくなったんだけど、ってほんと決まり文句をぶつけるんですが、ちょっと待って、あの人どっか行った、行っちゃった、どっか行っちゃった、いたいますね、ちょっと待って待って待って、あれどうしよう、ちょっと近づいたら逃げますから、これ特技を使うしかないんじゃないか、ちょっと待って、ここら辺でこうするこうするこうする、できるできるできる、で後ろに回り込む、よいしょー、だ誰だ、お前どこから来たんだよ、教えてやろうか、パキパキパキ、え、あの石そんなに大切なものだったのか、高く売れるって聞いてさ、悪かったよ、だがもうあいつに売っちまったんだ、あいつってそいつだよ、もう買ってよ、俺がもう買ってよ、売り切れだよ、ほんと、もうソールドアウトだよ、ほんとソールドアウトだよ、売った金は使っちゃってさ、すまん、今回ばかりは本当に反省しているよ、ほんとだろうな、こんな靴があるばっかりについついあんなことを、俺はもう盗賊から足を洗うよ、これお前みたいなやつが持つべきだ、よかったら受け取ってくれ、ブルブブーン、ペガサスの靴を手に入れた。L をしばらく押すとダッシュができる。L をしばらく押すとダッシュで走れるんだ。その靴は扱いは難しいが、お前にならきっと使いこなせるよ。あ、違う、壁に入るんじゃない。というわけで、ペガサスの靴と、スベスベ石を200ルピーで買いました。これでゾーラ族に戻っても、まあ、なんだろう、自信満々、ドヤ顔でゾーラ族戻れるということです。というわけで次回は、ゾーラ族のね、あの女王様にこのスベスベ石を献上しましょう。何かご褒美がもらえると言ってましたから楽しみにしておきましょう。というわけで、今回はここら辺にしておきますね。はい。パート5も、楽しみにしておいてください。それでは失礼します。ありがとうございました。良いお年を。